はい、こんにちは。スタジオリバーサイドようこそ。ギタリストシンガーソングライターの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちらです。ズーム社提供ズーム G2-1NL G の9番まで来ました。ホットディアルですね。いってみましょう。使用するギターは東海製セミアコースティックギターです。はい、でギターを手にしたら6弦3フレットからつける練習です。ゆっくりと丁寧に感じましょう。中指で押さえます。慣れてきたら3オクターブのスケール練習にチャレンジしてみましょう。6弦から1弦まで全て使うので達成感があるはずです。ゆっくりと丁寧に変えてみましょう。次にですね、基本的なバッキングパターン。循環コード、クソ真面目に練習する権利をあなたに与えましょう。行使するかどうかはあなた次第です。ゆっくりと丁寧に奏でましょう。ワン、ツー、ワン。学生時代にですね、このアッシェイカーのモアのフレーズが奏でられると女の子にモテるという都市伝説があったんですが、私女の子にモテたようなことはありませんですね。今もです。もうおじいさんですからね。次に、ギターソロが奏でたくなると思いますが、練習していきましょう。ここではファイナルカウントダウンというね、楽曲を学んでいきましょう。ゆっくりと丁寧にスケール練習みたいなものです。次に、非常に大切なお話です。それはですね、ギターを奏でる
ってる際に、弦と指が離れている時間、これを極めて短くすることです。課題曲として、イングヤマムスティン、広島の群れを簡単にしたものです。奏でることは簡単ですが、美しい音色で奏でることは難しいかもしれませんね。頑張りましょう。こちらにタラップがあります。私は現在横浜にございます。シャミジュク横浜で電気ギターとアコースティックギターの講師をさせていただきます。ありがとうございます。横浜シャミジュクではですね、ボーカル特に強いです。そして、ドラム、私の尊敬するドラマが講師を務めさせていただいております。そして、ベース、私がねとても好きなベーシストが、ベースの講師を務めさせていただいております。そして話し方、素晴らしい講師が、講師を務めさせていただいております。そしてピアノ、非常に素晴らしい講師が講師を務めております。そして DTM、素晴らしいね、現場で実際に作業している、DTM の講師が講師を務めさせております。フリーライナーのねこれがつながりますので、ぜひ、入会されると全体的にね、あなたの音楽、的な要素、まあ理屈からね、音楽理論から、そして、実際のギタープレイ、ベースプレイなどの向上ね、にお役に立てるものと自負しております。それではシャミュージック横浜、ここで我々できることを楽しみにしております。ギタリストのシンガーソングライターの竹下達でした。シャミュージック横浜、ここで終わりいたしましょう。それではまた。